琵琶湖を抱える古国滋賀県はまた城の国でもあり、中近世にかけて1300を超える城郭が築かれたといいます。城の国近江に残る城跡を歩く近江の城跡探訪、今回は甲賀市水口町にある水口岡山城を訪ねます。甲賀市水口町、平地が広がる安川右岸にポツンと小山が盛り上がっています。標高およそ283メートルの古城山です。かつてこの山には城がありました。水口岡山城です。城の建物は残っていませんが、車や石垣、小口、防御のための縦堀や空堀、堀切りなどの遺構を見ることができます。水口岡山城は天正13年1585年、天下統一を進める豊臣秀吉の家臣である中村和氏によって築かれました。山頂部には西の丸から東へ城の主郭となる本丸、二の丸、三の丸、出丸と比較的大きな5つの曲輪が続いています。水口岡山城は初代の中村和氏に続き、増田長盛、夏霞正家が城主となっています。いずれも豊臣政権を支えた五奉行で、この山城は秀吉にとって東国制覇の足がかりとして重要な拠点であったと思われます。本丸跡の北側には上下2段の石垣が残っています。どちらも上部が崩れていて当初の高さは不明ですが、上の段はおよそ8メートル、下の段はおよそ5メートルあったと推定されています。発掘調査では本丸跡の東西両端に石垣を伴った矢倉台が見つかっています。構造や石の使い方が異なることから、西矢倉は中村和氏が、東矢倉は夏霞正家が整備したとみられています。本丸跡から少し下がった北東側に、防御力を高めるために小口を屈曲させた食い違い小口と石垣が残っています。さらに本丸と二の丸との間には大きな空堀があります。深さ幅ともに非常に大きな空堀です。二の丸から東へ防御のために尾根を削り取った堀切りを過ぎると三の丸、さらに大きく一段下がったところに出丸が広がっています。水口岡山城は慶長5年1600年の関ヶ原の合戦で西軍の夏霞正家が敗れた後、東軍に取り上げられ、やがて廃城となりました。城として機能したのは15年ほどでしたが、山麓に整備した城下町は東海道の水口宿に引き継がれ、現在の水口の町の基盤を作っていくことになります。